それじゃあ秘密作戦会議をしちゃうんだもんね。あるに決まってんだろボケ。ツナがいなくならなきゃ俺っちが主役できないだろが。絶対にツナ暗殺しちゃうもんね。じゃあそれは秘密兵器がなかったからだもんね。ツナをやっつけるすんごい秘密兵器だもんね。それがあればツナなんか一発だもんね。オレっちのボスに頼めばいいもんね。オレっちが頼めばボスは何でも買ってくれるんだじゃん。うらやましいか忍者。ランボさんボビーノの期待の星だから頼めば何でもくれるんだもんね。うひひひひ。じゃあランボさんボスに秘密兵器頼んじゃうぞ。合点承知。俺っちがピピッと電話しちゃうからちょっと待ってろ。欲しいんだけど。うん、そうそう、うん。だからこっちに送っといて。うん、ありがとう。そんじゃあね。いや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 、秘密兵器が来るぞ。つな、覚悟決めとけ。ランボさん、ボス尊敬してるけどラブラブじゃないぞ。
なボウガン。折れちゃどっちでもいいぞ。ダンボさん、ボスにすんごいやつ頼んだから、すんごくなかったら怒るんだもんね。わざわざ読んでやるぞ。爆笑マシンガン、敵に照準を合わせ引き金を引いてください。終わり。次、男女ボウガン、敵に照準を合わせ引き金を引いてください。以上。なんかこっちもかっけえ。どうする、どうする。ランボさん、とっとと綱暗殺して主役になるんだもんね。とっとと決めろ忍者。脇役が嫌でもう劇に出ねえんだろ。邪魔しに来たんなら帰れ、アホ牛。チッチッチ、ランボさんは邪魔しに来てないぞ。主役の付き人やるんだもんね。またおめえはわけのわかんねえことを。まあまあ、ゴグデラ君、俺も付き人やってくれるなら助かるし、いさせてあげようよ。10代目、あいつがおとなしく付き人なんて絶対やるはずありませんよ。別にいいじゃねえか、ゴグデラ。一人でも人数多い方が楽しいぜ。そうよ。さ、ランボ君、一緒に練習しましょう。くそ、あいつ絶対なんか企んでるぜ。まあいい、始めるぜ。10代目のシンからです。何10代目に密着してんだおめえは。どうしたのランボ。なんだよ、これじゃ動けないって。うはい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 、そら血にさらせ。あの野郎やっぱり連射銃。くそ、防げねえ。10代目、大丈夫ですか10代目。すいません、俺がついていながら10代目10代目、すいません、なんか体が勝手に何笑ってんだよ、こんな時に。大丈夫かツナ。どうしたの？みんなひどい。ツナ君？ツナ？不死身か？ゾンビか？なんか生きてたみたいだけど、なんで俺みんなに笑われてんの？おめえは恐ろしい兵器で撃たれたんだ。何？恐ろしい兵器って。爆笑マシンガン。撃たれた人間は一日の間周囲の人間に笑われ続けるという恐ろしい兵器だ。俺もおめえを見たら笑いが止まらなくなっちまうから、違う方向を向いて説明させてもらったぞ。ま、一日の辛抱だ。じゃあな。ちょっとリボン行かないでよ。みんな、なんで逃げるの？すいません。10代目見てると、
笑えて苦しいさ。綱くんごめんね。